石川俊市は、飛鳥時代末期から、奈良時代中期にかけての苦行、歌人、人身の乱以降、蘇我市着流となった、小名言、蘇我康丸の孫、県三義、石川石橋の長男、官位は、小蔵医、漁師大部、君頭は、君十二等、小判事を経て、しばしば地方官を務めた、君十二等の君頭を持っていることから、この間に、 東北地方の地方官を務めていた可能性もある。昇進は遅く、天平7年に48歳にして、ようやく十五石下に除舎された。間もなく出雲守に任せられると、任について、数年にして人民は満足し安らかであったことから、天平11年、聖武天皇に前世を称えられ、足ぬ30匹、布60単、小税3万束を与えられた。その後は、 天平十二年十五以上、天平十五年生五位下、天平十八年生五位上、天平十九年十四位下、天平二十年には三義に任ぜられ、苦行に列するなど、商務長の後半は、順調に昇進した。天平九年に藤原四兄弟が揃って、天然刀により死没していたこともあり、商務長の後半には、藤原氏の県政は一時的に後退していたが、父、 石川石橋と、特に親しかった、藤原内麻の次男である、藤原中麻が台頭すると、中麻のまたいとこに当たるとしたりもその県政に預かる、こととなる。天平商法元年7月の後見天皇の即位に、伴い14位以上に助せられ、同年8月に、死備中隊が設置されると、その時間に任ぜられて、中麻の補佐に当たっている。その後も、天平商法5年13位。 天平商法9歳中納言、天平法治2年生3位と仲間路が牽政を振るった後見順任長にかけて順調に昇進している。またこの間の天平商法9歳から天平法治3年にかけて養老律令の施行及びその施行最速である別式20巻の編集、漢語の東風変更等に貢献した。特に別式は施行されないまま散逸したが、 当時実務の参考として非常に活用され、公認識のもとになったとされる。天平法治米年には73歳という高齢ながら、御主大部に至った。これは、祖父、安室以降の蘇我氏の詩人としては最も高い官職への昇進であった。しかし、直後の孔明皇后の宝御や皇賢上皇の病を直した道教の大統等、中丸の建成に陰りが見え始めてきた。 天平法治6年9月30日皇居、去年75、最終官位は、御子大武生三位兼文部教人義博、皇居の際、順任天皇から、最近今、盲人、大友やかもちが、とぶらいのために使わされた、生まれつき清錬、勤勉な性格で、政治にも習熟していた、公務の合間の読書のみを楽しみとしていたという、また、万葉集にも、 若作品が一種残っている。石川俊た足り星氏5000年以上経った1820年に、節津久島上氷里白発鏡の酒水産より星が発見され、1952年に近藤石川俊た足り星として国宝に指定されている。中期のないものは俗に本気による。ありがとうございます。